はい。こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のバスケの大学のテーマは、リードリアクトオフェンスの上級編ということで、えー、過去2回にわたってリードリアクトオフェンスのお話をしてきました、えー。今回がその最終回ということになりますので、えー、最後までご視聴ください。はい。えー、リードリアクトですけども、読みと反応ということでですね、特に育成年代においては非常に良い,いオフェンスシステムということで、えー、ここ数年注目をされております。 考案者はこのリック・トーベットさんというね、えー、アメリカの指導者で、えー、この方はそのいわゆるチャンピオンシップコーチではないんですね。えー、全米ナンバーワンになりましたとかね、NCAA で、えー、ファイナル4になりましたとか、そういうまあ有名なあの、いわゆる、えー、実績と、えー、試合の勝った負けたというところではないんですが、もう育成のスペシャリストということで、このリードリアクトオフェンスっていう考え方を中心にですね、いろんな情報発信をされている方です。 えー、特にボールマンを1対1で攻めさせるということに対して周りがどのように合わせるかっていうのを明確に指定してあるオフェンスということでとっても分かりやすいということで注目をされていてですね、えー、まあ全部で20のレイヤーっていうふうにリクトーベトさんは言ってるんですけど、えー、そ,うそうですね、えー、第1走目、2走目、3走目みたいなこうそうそうですね、えー、そのレイヤーを、まあ、20に分けてですね、えー 初級編、中級編、上級編みたいな感じで分かれているということになるんですね。でこの動画では、まあ、3本、えー、続けてのシリーズの今日が第3回最終回ということなんですが最初はですね、えー、6つのレイヤー基本のレイヤーをお話ししましたで、えー、繰り返しお話ししてますけれどもこの6つだけで十分試合になるのかなと。 ミニバスとか中学生だったら間違いなくですね、ゾーンディフェンスもないので間違いなくこれで試合になるんじゃないかなという,ふうに思っています。このレイヤーの下半分ですね、1番から6番までのところのレイヤーということになります。で前回の動画ではですね、真ん中ら辺の12番までのお話をしたんですが主にですね、オフボールスクリーンの話ですね。 ボールのないところのスクリーンプレーというのを付け加えた形が中級編ということですね、えー。そしてオプションを広げすぎるリスクということでプレーの幅を広げれば広げるほど、えー、相手も迷うけれどもこっちも迷っちゃうんであんまり広げすぎるのも良くないですよなんていうような私のし、ねえー、個人的な考えも述べさせていただいたそれが前回の動画だったわけですね。 で今回は上級編ということで、改めてこの図を見ていただくと、上の尖った三角形のところですかね、オールコートの、えー、バスケット、ね、速攻の出し方とか、プレスの運び方とかですね、あとは右上の白いところのポストに対する合わせというようなところが、まあ、上級編のところになってきます、えー。ポストの合わせとフルコートのバスケットということで、えー、今回が最終レイヤーになります。 では、目次紹介しましょう。13個目。今までがですね、最初の6つ、そして前週の動画で7から12ですか、話をしてますので、今日は13からということになります。13はポストパスカットというフレーズですね。ポストにボールを入れた後の動きですね。14番はコーナーカッティングということで、スペースが狭いときはどうしたらいいかという話になります。15番はパワードリブルということで、これはね、ドリブルがリングに向かえない、 プレッシャーが非常に強いという時に横にドリブルした時の合わせということとあとアドバンストポストスライド、まあ、これはですねポストの合わせ方の、えー、さらに選択肢を広げるとこういう合わせもありますよって話になります。 まままだまだいきますね、17番、トランジションですね。まあ、これ、いわゆる速攻ということと、18番はプレスブレイク、プレスされたら、こう運べということですね。19番、フルコートトラップということで、これはボールマンがトラップされたときにどうするかということと、20番はフロー、まあ、全体の流れですね。ディフェンスからオフェンスへの切り替え。そして えー、フルコートからハーフコートへの切り替えというようにその流れバスケットボールの流れというものをやっぱ練習しましょうということになります、えー、プレーの仕組みとしては17、18番までで19、20はまあどちらかというと練習の仕方みたいなこところのお話になるかなと思います、はい、それでは13番ポストパスカットからお話をしていきましょう えー、ポストにです、ね、ボールを入れるというところからお話が始まります4アウト1インですね1番が5番のセンターにパスを入れました最初の初級編ではです、ね、ポストにパスを入れたら必ずリング方向にカットしましょうというお話をしたかと思うんですが、えー、ここではイーストウエスト、まあ、横の動きということを注目していきたいと思います、まあ、基本的に、ね、リングにカットしなさいという段階からプレイヤーがうまくなってきたら横に動いてもいいですよという選択肢を付け加えるという感じですね まあこのようにコーナーにスライドしてリターンパスに備えてもいいですし上級のプレーとしてはですねエルボースクリーンというこういうプレーですねえちょうど制限区域の角エルボーのところでスクリーンをかけて3番とポジションチェンジをするというプレーになりますえこうするとですね5番への,あのカバーディフェンスが非常に難しくなるのでエルボースクリーンをかけてポジションチェンジをするということをまあ上級編ではおすすめしたいかなと思います 1>, で1番がですねスクリーンをした後この図でも示しているんですけどスリップと言ってリング方向に飛び込むようなプレーまでするとさらに効果的なんですねここへのパスが通ることもよくあります最近見てるとですね NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズがこのプレーを好んでよくやっていましてエルボースクリーンからのスリップっていうのがすごく効果的にやってるんですよねまさすがに上級のプレーだなというふうに思いますけどもポストに入れた後 ただカッティングするんじゃなくてこうやったエルボースクリーンとかを使ってスリップしていくっていうことも非常に有効だというお話になります、はいまあ、そのエルボーにスクリーンした後ですねこれもまたウォーリアーズが多いプレーですけども3番がスクリーンを使わずにリジェクトしてですね裏をついていくバックカットに切れていくっていうところもまたですね上級のプレーとしては覚えておいていいと思いますこのときスペースを取るために1番は元いた場所に V カットで戻るというふうにするとうまくスペースが取れると思います はい続いてえ十四番コーナーカットというプレーのお話です。これはですねパス＆カットの後ディフェンスが対応した時の動きということになるんですが、三番が一番にパスをしてカット。 ングをしまししまたた番最初のレイヤーででお話した話ですねもちろんこうやってボールがもらえれば一番いいんですけどディフェンスもうまくなってくると必ずジャンプトゥーザボールをして対応してきますパンプボディーチェックですね体でバーンとこうカッティングを止めるということをやってくるはずですそうするとパスが入らないのでどうするかということで、まあ、こうなった時の手立てはいろいろあるんですが 1>, まあ1つコーナーにこう切れていくということをしてスペースを空けるということがこのコーナーカッティングですね。こういうふうにすると当然3番はです、ね、ボールをもらえないんですけれどもボールマンの周りにスペースが広く空くので1対1がしやすいということですね。これがが中途半端に3番がボールをもらおうと思って、 ごちゃごちゃ動いたりとか、ですねあと前回にお話をしたバックスクリーンオプションを使おうとすると、まあ、それはそれでもちろんいいんですけど、一番の1対1を優先するためにはコーナーカッティングを使うということが有効ではないかなという、そんな話です。 はいまあ、もらえないならスペーシング、とにかく自分がもらえないなら活躍の場を、えー、味方に分けるという、そんな考え方でどんどん切れていくということで、えー、このエルボーのところでボールがもらえないんだったら、もうそのままコーナーに向かって走っていくというところで、この判断基準はここのエルボーのところですね、ここで、えー、バンプされたら、もうコーナーカッティングっていうような、ここのエルボーのところで判断っていうのは、一つの、えー、いい、えーまあ、目安というかね、えー、キーワードかなというふうに思います。 はいまあえー、前回これお話ししましたけどコーナーカッティングせずにですね名前を呼んでスクリーンプレイを入れても OK ですただ、えー、これはまあ前回の、ね、バックスクリーンの話になるんですけども1対1を1番のボールマンにさせたければエルボーで判断してコーナーカッティングという選択肢を取っておくといいというそんなお話でございますはい続いて15番パワードリブルですね、えー、これはですねあの横に 動くドリブルですねちょっとこの図だと動きづらいんですけど横にこうカ,ニカニみたいなカニさんみたいなドリブルをしていくっていうそれがパワードリブルっていうやつですねディ、えーまあ、フェンスのプレッシャーが強くてなかなかリングにこう直接行けないときにです、ね、味方の方に向かってドリブルしていくと、ね、ボールをプロテクトしながらこうカニさんのように横に横に移動していくというようなドリブルをしたときにどうするかっていうことなんですけど、まあ えー、ハンドオフっていうことですね、クラブ、クラブドリブルっていう風に言ったりするクラブってのはカニですね、えー、クラブドリブル、クラブドリブルイコールハンドオフっていう約束事を付け加えましょうっていう話です。まあ、当然、ディフェンスがね、強くなってくると、ボールマン、あのガードはですね、こういうクラブドリブル、横へのドリブルっていうのは必須になってくるんで、えー、上級になってきたらこういうこともやっておきましょうということですね、クラブドリブルイコールハンドオフという話ですね。 まあこういう風にしたらですね、もしかしたらディフェンスが引っかかって、2番がドライブすることができるかもしれない。で、ドライブしたら、これはもうサークルムーブで合わせるという、これはもうレイヤー1番の話になります。またですねここの 一番の選手があのビッグマンであればですね、えー、クラブドリブルしてハンドオフした後スイッチしたらダイブしていくというようなこともいいと思います。まあ、この辺はね一、えー、番の選手が、えー、スモールプレーヤーだったら外に広がるべきでしょうし、えー、ビッグマンだったらダイブしていくとかっていうところは、えー、チームの戦術によるかなという,ふうに思うんですが、まあ、こういった形でねディフェンスが強く当たってきたら横にこうドリブルしていくとカニさんドリブルをしていってカニさんドリブルに関しては必ずハンドオフで対応しましょうっていうそういう 約束をつけ加えるといいよというこれがね15番のパワードリブルというお話になりますはい続いて16番アドバンストポストスライドということで、まあ、これもね非常に簡単なんですが5番のセンターの話になります、まあ、2番がドライブしたら普通はこうサークルルールでぐるぐるっと回るというのが、まあ、おなじみの基本的なプレーなんですけども これに対してディフェンスがですね、早めにカバーに行った場合5番は逆にサークルに動かない方がいいよねって話なんですね要はこの図のところにですね、こっち側に黄色く塗ってあるこのショートコーナーダンカースポットと言われるここのところで待ち構えたらボールがもらって、えー、まあダンク。 まあダンクまでいかなくてもゴール下のシュートというようなね、そういうシチュエーションになりますよねって、そんなお話です。えー、ここのところです、ね、まあえー、ドライブ、こっちからドライブしたときに、X5 が早めにカバーしたら、ですね普通サークルルールでぐるっとこう動きたくなるんですが、機械的に動くんじゃなくて、自分のディフェンスが早めに行ったら、ダンカースポットで待っとくというような、そういうですね、えー、ダンカースポットを使うってこともプラスしておくといいかなっていう、そういう話です。 まあサークルに動くかどうかを判断するっていうことでここのね、えー、ちょうどこのダンカースポットのところをどう使うかというふうな、まあ、こっちで待つのかそれともサークルに行くのかっていう判断をさらに付け加えましょうっていう話ですね え前回の話でもお話ししたんですが、まあ、オプションを広げれば広げるほど当然、ね、えー、迷いも生じてくるので、えー、この辺はあのチーム事情によってさじ加減ですけれども必ずサークルに動けっていうふうにやってもいいしディフェンスの状況に応じてサークルに動くかそれともダンカースポットで待ち構えるかを判断しなさいっていうふうに言ってあげてもいいのかなというふうなお話でございます。えー、これがまあアドバンスとポストスライドということで、えー、まあ上級編のポストの合わせということになります。 ははいでは17番、トランジションのお話これは速攻の話ですね、えー、4番がリバウンドを取って5番がリムランナーで真ん中を走る4番、5番が、まあ、ビックマンということですね、えー、そして2番、3番はサイドレーンを走って1番はアウトレットパスを受けてドリブルプッシュ、まあ、これが基本的な、えー、トランジションのオフェンスの形になると思います、はいまあ、これが基本形ですね、えー、そして まあこういった形もあるということで最近はですねセンターがリムランニングをするんじゃなくてボールを持った人がとにかくサイドレーンをドリブルしていってそしてセンターもあのウィングを走っていくとでリバウンドを取った5番は1番後ろから追従するっていうこういうですねオフェンススタイルもあるということを覚えておいてくださいまあこの辺はチーム事情によってインサイドプレイヤーがどれだけいるかということだったりインサイドプレイヤーのそのハンドリング能力とか走る力がどのぐらいあるかというところでえまあ判断 していいいいいければいいのかなという,ふうに思います、はいまあ、2番がねドリブルプッシュをしていくというところが結構重要でしてボールを持った人がそのままドリブルプッシュをしていくとでこれ2番というのは、えー、ポイントガーるとかだけじゃなくて別にねセンター,、えー、それから背が,背が高い選手がやってももちろんいいわけですよね、まあ、こういったことをドリブルしていってやっていくということですね1つ気をつけて覚えておくのはこの1番と4番最初に 先行した選手が、えー、早くコーナーについちゃったらこれ立ち止まらない方がいいっていことですね、えー、ここ黄色くこうなってるんですけど2番の選手がドリブルがまだバックコートで,で1番、4番がですねで、えー、にもうエンドラインまでついちゃったという時はセンターラインを越えてなければこういうスイングをしてですね動きを作っておいて入れ替わってボールを受ける準備をした方がいいと思います。 はい。ここはね、一つぜひ覚えておくといいと思います、えー。ボールマンがまだ後ろにいる場合ね、バックコートから後ろにいる場合は、ドリブルプッシュをしてる人が遅れてる場合は、前の人がスイングしてあげるということを覚えておきましょう。はい。 え続いて、これはねあのフルコートのプレスに関するお話なんですけども、ボールを持って、ですねプレスが、ディフェンスが来た時にどうするかって話なんですが、最初に3と1がウイングレーンを走っているんですけども、プレスでボールが運んでこないということであれば、体格の人がフラッシュポストするということが基本になると思います。3番がフラッシュをしてボールをつなぐね、ね繋いだらバックドアカットに切れる、まあ、この辺がね、えー、フルコート、プレスを運ぶときに非常に重要なことになるのかなと思います。 それでですね3番にボールが入らなければ2番にボールを返してスペースを空けておいて今度また逆サイドがフラッシュっていうふうに必ず体格がフラッシュ体格がフラッシュっていうふうにやると基本的にはプレスは運べるのかなという,ふうに思います、うん、あとねパスをした後に体格フラッシュじゃなくてバスケットカットしていくっていうのもいいですね2番が3番にパスをしてそのまま切れていくと。特にこれは ゾーンプレスではなくて、マンツーマンプレスの場合はこういうふうに縦のカット、上からのカットっていうのを使っていくといいのかもしれません。相手がゾーンプレスの場合だったらね、こう下からのフラッシュカットっていうのがいいと思うんですけど、マンツーマンプレスの場合は上からの縦のカットっていうのもいいかなというふうに思います。 はいまあ、あと、ボールがね、えー、パスが出せなかった場合、こういうバックカットね、縦のカットの一つ、もう一つとしては、バックカットを入れていくっていうふうにすると、えー、プレスの裏をついて運べるということもなりますので、まあ、この辺のところはね、えー、覚えておくといいんじゃないかなということですね。まあ、この辺がトランジション、そしてプレスオフェンスの話をまとめてさせていただきました。えーまあ、プレスブレイクの話もね、えー、付け加えたんですが、まあ、ここからちょっと、えー、練習のやり方という話をさせていただきます。 あの、今までね。リードリアクトハーフコートオフェンスを中心にお話をしてきましたけど、どうしてもハーフコートの練習だけするとですね。練習ではこううまく見えることがあるんですね、えー、この表現わかりますかね。その実際の試合ってこう？フルコートなんで、やっぱり感覚がちょっと違うんですよ。だけど、ハーフコートの練習だけするとですね。練習ではすごくうまく見えたように見えて、実際のゲームではそのハーフコートであれだけ練習でできたことが。 できないみたいなことがよく起きるんですね。なので、できればこうフルコートで練習する時間っていうのを毎日作っていくっていうのが大事かなと思います。まあ、センターラインをスムーズに超えるところからハーフコートオフェンスは始まってますよっていう、そんなところを、ねえー、頭に入れながら5、えー、対5の練習をしていくのがいいかなというふうに思いますね。で話がつながってくるんですけども、ここで、まあ、プレスブレイクっていうところで、当然 <laughs>、相手チームも。 オールコートでプレッシャーかけてきたりしますから、えー、今度は積極的にね、相手にディフェンスにもプレスをさせてみるということもやっていって、えー、さっき言ったように、えー、積極的にダブルチームに来させる、それに対してプラッシュカットしたり、それから、えー、バスケットカットしたりっていう、先ほど、えー、お伝えした図のようなプレーを練習でやってみるということをするといいと思います。はい、そして、まあ、最後、あと残り2つなんですけども、フルコートトリップということで、えー、まあ、こういう、これはですね、 状況判断の練習をさせていきましょうということですね。陸東ベットさんがあのおすすめしている練習方法としては、ですね、えー、これは5対0の最初練習をしましょうと。ね、プレーの動き、プレーの型、ね、合わせ方をまず押さえたら、次に往復の中で1人ディフェンスを増やすと。ね、5対1にするで。もう1往復して5対2にする。 5対3にするっていうふうに、だんだんとこう人数を増やしていって、最後5対5やるっていうふうにすると、判断の練習になりますよということでですね。まあ、この辺は、あのー、元々の,そのリードリアクトの教材に載っていた練習のやり方ということで、ぜひ参考にしていただければと思います。まあ、3往復で5対5になるんですね。要するに、50、51で1往復でしょ。52、53で2往復でしょ。 5、4、5、5みたいな感じで3往復でこう5対5にしていくというふうにするとディフェンスが少ないときはどうディフェンスが多いときはどうというこの判断の練習になるのでまあだんだんと人数を増やしていく練習方法というのは非常にいいですよってそんなお話ですねえまあ5対5じゃなくてもね。 4対1、4対2、4対3とかそういう形でもいいと思うのでだんだん人数を増やしていくゲームっていうのはこれは面白いかなというふうに思います。プレイヤーがね、こう状況判断がどんどん変わってきますんでそんな刺激を与えるのもいいかなと思います。 で最後はフローということでですねあの、ゲーム形式で必ず5対5で練習をさせましょうということで、えーまあ、どん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 こう、えー、プレイを、ね、覚えさせるのもいいんですけども、それをこうアウトプットしていくっていうことが大事なんで、えー、流れるようにプレイができるようになったら、リードリアクトオフェンスは完成ですということになります。最初は、ねえー、6つのレイヤーのところで、えー、まず基本を身につけて、で プレイヤーの発達段階に合わせて、えー、少しずつ肉付けをしていくとで。そしたらオールコートの練習をしていって、人数が少ない負荷からかけていって、最後5対5で流れるようにフローでできたら、まあ、完成ということで、そんな感じで、ね、練習を組み立てればいいんじゃないかなというお話でございます。 はい、ありがとうございました。リードリアクト全3回ということでお届けしましたけれども、いかがだったでしょうか。えー、バスケの大学というこの YouTube チャンネルでは、バスケットボールの指導者の悩み解決になるような、えー、内容を目指してですね、えー、動画をアップしております。基本的に週1回、えー、動画をアップしてますので、えー、このバスケの大学に入学したつもりになってですね、えー、チャンネル登録またはグッドのボタンを押していただけると嬉しく思います。 そして現在ですね、メルマガの方をやっております。こちらは指導者の方向けに、チーム作りについての有益な情報をメールでお届けしているサービスになります。えー、最初の1通目で練習メニューの作り方という特典の動画もプレゼントしていますので、ぜひそのプレゼントをお受け取りください。下の説明欄にリンクが貼ってあります。 それともう一個ですね、YouTube のサブチャンネルの方でバスケの大学ラジオ局というものをやっております。こちらは音声のみにはなるんですが、バスケットボールのいろんな話、コーチングの話を毎朝お届けしていますので、もしよければそちらの方も覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。